はい、どうも、丹蔵です。さあ、本日はホームトレーナーの紹介をさせていただこうと思います。現在ですね、私が所属しております鹿児島ファンライド金谷店の方にはですね、2社のトレーナーが置いてあります。1つはまあエリート、これはまた後日ちょっと紹介の動画を撮ろうと思っているんですけども、エリートのトレーナーが1つと、もう1つメインで使っているのはグロータックのGT ローラーになります。今日はですね、その GT ローラーの紹介をしようと思います。はい、その GT ローラーですが、こちらになります。今お店でちなみに置いてて使っているモデルというのは GT ローラーのフレックス3っていうモデルになります。現在ですね、この GT ローラーフレックスシリーズっていうのかな、まあ、改良に改良が重ねられてて、今フレックス 3.2 というモデルになってます。まあ多分こいつ自体はですね、あの鹿児島ファンライドの入社時期が僕より長いはずなので、多分僕より早いはずなので、多分勤務年数で言ったらこいつの方が先輩だと思われます。早速ですね、このローラーの特徴の方をお話ししていこうと思います。こんな感じになっております。はい、ここの部分ですねに前輪を固定して、あっちに、後輪を乗せるっていうタイプのローラーになります。で、この状態だとグラグラして、まあ乗れたもんじゃないですよね。なので、ここの足の部分、これをよいしょ、伸ばしてやって、こういうような状態で準備をして使用をしております。で、このトレーナーの特徴なんですけども、前輪を外してここに固定をすることで、仮想的に前輪が、設置をしているような状態を作ります。そしてここにですね、中にシリコンのバンドとかが入ってて、ここが動くようになってます。ここが動くことによって、より実装に近い感覚で自転車に乗ることができます。よくですね、トレーナーの紹介をするときに実装に近い負荷だったら、いろんなこう例えがあると思うんですけども、この GT ローラーの一番の特徴は、実装に近い自転車の動きっていうのを再現してくれるトレーナーだと思います。そういう意味では、今いろんなトレーナーを僕も使ってきましたが、その実装に近い自転車の動きをしてくれるトレーナーとしては一番これがいいんじゃないでしょうか。はい、実際に自転車をセットしてみました。こんな感じでセットができます。はい、ここにですね、フロントホイールを外して固定をして、後ろの白いところにホイールを乗せるっていう形です。ちょっと今ですね、若干ホイールが浮いている状態、こっちのローラーにはついてないですよね、状態なんですけども、これはここのネジを緩めてやることによって、ホイールペース前後を調整することが可能です。はい、それでここですね、この部分、これをガチガチガチっとやってやることによって、何があるかというと、分かるかな、ここの部分、ここにですね、マグネットがついてるんですよね。はい、でこのマグネットの距離をここで調整をしてやることによって、これが今だ一番負荷がかかっている状態、それからこの状態で今ローラーの負荷が一番ない状態っていう形で調整が可能です。このフロントフォークの部分もこうしてやれば分かりやすいんですけども、ここが動いてやることによって、より実装に近い自転車の動きというものを再現してくれます。はい、こういうインドアで使うトレーナーってよくですね、実装感に近い負荷を求めたトレーナーっていうのは多いと思うんですけども、この GT ローラーのようにこの部分、これですね、モーションコントローラー3っていう比較らしいんですけど、この部分ですね、をこの動きを求めることによって、実際に走っている感覚、走っている状態の自転車の動きを求めたトレーナーって少ないと思うんですよね。そういう意味では、実装感、よりなんかこう実装感に近い感覚を養える、また実際に
外で走っている感覚、まあ、自転車の揺れ方ってありますよね。ダンシングの揺れ方だったりとか、シッティングで自転車を漕いでいるときにこう自転車が若干動くような感覚っていうのは、なかなか他の固定ローラーでは難しいような部分を、この TT ローラーではトレーニングができるっていう作りになっていると思います。なので他のトレーナーとは違う部分でのトレーニング、バランスを取るっていうことだけでも筋力を使うし、ダンシングっていうところでも他のローラーとはちょっと違う感じがすると思う。個人的な感じとしては、他の前輪固定のトレーナーってここが動かない、ここの部分ですよね。これだったらモーションコントローラー3が入ってるからこうやって動いてくれるけど、ここの部分の動きを無視してここを固定でやっているトレーナーっていうのが多いので、個人的な感じとしてはローラー自体が歪んできたりとか、あるいはフレームがなんかこれ大丈夫なんかなって思う時があります。その点このトレーナーを僕はこうやって動いてくれる分、自転車のこう自由度が多い分ですね、一箇所に負荷がかかるっていうことが少ないので、自転車やトレーナー自体にも負担が少ないんじゃないでしょうか。それから各部分にですね、いろんな細工が組み込まれているので、低騒音低振動な作りになってます。なのである程度踏んでもですね、騒音がちっちゃかったりとか振動が少ないという風になってます。考えられるデメリットとしては、まず一つ重たい、それからこのフレックス 3.2 っていうのも金谷対談の選手たちが使ってて、実際にここのトレーニングスペースに置いてあったりはするんですけども、足が折りたためれるだけの状態なので、あまりコンパクトにならない、それから少し重量があるっていうところでしょうか。まあ乗る部分での問題点っていうところで考えると、後輪をローラーに設置させて走るタイプのトレーナーになるので、一般の固定ローラーと変わらないような感じでタイヤが摩耗していくっていうところも一つ欠点なのかなと思ったりはします。ただ他の固定ローラーとかと比べると、個人的な感じにはなってしまうんですけども、圧倒的に振動も騒音も少ないと思います。なので、まあ、どっか遠征とかに持っていくわけではないとか、家の中の決まった場所でしか使わないというのであれば、比較的このトレーナーはありなんじゃないかなと思います。なので、トレーナーを購入される時の候補の一つにしていただければなと思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。また何か質問等がありましたらコメントの方にいただけたらなと思います。それから、こんなパースをなんかおすすめできるものがないですかとかっていうものがあれば、ぜひその辺もですね、幅広く紹介できればいいなと思っているので、ぜひ何かこんなものが紹介してほしいというものとかがあればコメントいただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画は以上になります。